ベンジャミン・ピーター、ベニー・アグバヤには、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル出身の、元プロ野球選手。ウトミギウチ。チバロッテマリーンズでの登録名は、ベニー。ニューヨーク・メッツ時代1993年の、MLB ドラフト30巡目で、ニューヨーク・メッツに指名され契約。1994年8月から1995年4月に、かけて、 MLB 史上最長のストライキが実施された影響で1995年のスプリングトレーニングには球団フロントの命で代替選手として参加。そのため MLB 選手会からはスト破りを行った報復措置としてメジャー昇格後も選手会への加入を認められなかった。1996年ハワイウィンターリーグに参加。所属した ヒロスターズの監督はトレイ・ヒルマンであり、後にニューヨーク・メッツで再び同僚となる当時、阪神タイガースの新庄剛も派遣されていた。1998年メジャー初昇格。2000年に東京ドームで行われたシカゴ・カブスとの試合では代打満塁本塁打を記録している。2002年にコロラド・ロッキーズに移籍。シーズン途中には ボストンレッドソックスに移籍した。シーズンオフには中日ドラゴンズがケビン・ミラーを獲得発表しながらウェーバー工事で紳士協定を破り入札したレッドソックス側から代替選手としてベニーの名前が上がり譲渡要求をしたが中日側が拒否したことで来日には至らなかった。2003年オフ、メッツ時代の監督であったボビー・バレンタインが9年ぶりに 一軍監督として復帰する千葉ロッテマリーンズに入団することが決まる。背番号は50。来日1年目、2004年の開幕戦となる対、西武ライオンズ戦に5番、左翼手で先発出場し、初回の来日初打席で、西武先発の松坂大輔からタイムリーヒットを記録。キャンプ中から全年韓国で56本塁打を、 放った実績を引っ下げて来日した、李ショに注目が集まっていたが、李は、日本野球への適応に苦しみ、わずか1ヶ月で2軍に降格。一方ベニーは、打率3割を上回る好調な打撃を維持し、5月には4番の、ザオダッシュ。日替わり打線の中でベニーだけは、シーズン終了まで、不動の4番として定着し、最終的に、チーム3冠となる打率。 315、35本塁打、100打点の成績でシーズンを終えた。また、守備、走塁の面でも外国人としては期待以上の動きを見せ、8月からは、中堅守のレギュラーとして活躍し、チームトップの8等塁を記録した。右投手には、あまり強くないという全評判があったが、この年は左右関係なく、打ち、三振が少なく勝負強い面も見せた。 2005年は、満塁本塁打2本など活躍するが、故障が目立ち夏場に離脱。ベニーと、同じく外国人で外野を守れる選手が、マット・フランコ、バルパス・クチ、リ・ショーヨーと3人もいたこともあり、シーズン終盤はレギュラーを再獲得するまでには、至らなかった。最終的に98試合の出場に終わり、規定打席にも到達せず前年を下回る成績に、終わった。 しかし、プレイオフ、日本シリーズ、アジアシリーズでは、ほとんどの試合に6番で、スタメン出場し、アジアシリーズでは9打点と活躍し、MVP を獲得した。2006年は、ワールドベースボールクラシック、日本代表のエキシビションゲームにおいて、12球団、選抜チームの4番を務めた。レギュラーシーズンでも7月まで4番の座を守ったが、この年も夏場に離脱。 里崎智也に4番を譲る形となった。足の故障から半分以上が指名打者としての出場だったが2年ぶりに規定打席に到達し17本塁打打率281を記録した。2007年は交流戦では首位打者を獲得した。しかし故障の影響もあってか前年を下回る成績に終わった。2008年も故障や 不審の影響で97試合の出場に終わり、本塁打も5本にとどまり、規定打席に到達することなくシーズンを終えた。2009年も前年と同様の起用法がなされ、バレンタイン監督の退任が決まると同時に、ベニーもチーム構想から外れた。バレンタインの計らいで9月27日の対、オリックスバファローズ戦が引退試合となり、2回裏に、 山本翔吾から勝ち越しのソロ本塁打を打った直後の3回、早川大輔と交代。場内アナウンスで、ベニー選手、ただ今の打席が、マリーンズでの最終打席となりましたと、ファンに向けて、唐突に対談が明かされた。結局95試合の出場に終わった。10月7日、チェイス・ランビンとゲイリー・バーナム・ジュニアと共に対談が、発表され、引退した。 引退後は、故郷のワフトで、高校の教育アシスタントをしていた。2016年に、サブロー、2019年に、福浦和也の引退試合にビデオメッセージを送り、ファンに健在をアピールした。現在は、ハワイアン航空職員として働いており、同航空会社の公式ツイッターに登場した。また、2018年に、千葉ロッテマリーンズが、 ハワイアン航空とパートナーシップ契約を締結したことに伴い、ハワイアン航空側の広報としてたびたび謎の魚とコラボレーションを行っている。パワーに加えて柔軟性もある打撃が特徴。外に逃げる変化球に、バットがしっかりと止まるため三振が少なく、チームプレーに徹した打撃もできる。また、接戦や試合終盤での勝負強さに定評があり、 2006年は1点差以内の得点圏打率が4割を超え、9回の打率は394を記録した。守備も悪くなく2004年当初は中堅手の起用が多かったが、故障の影響もあり、翌年以降は左翼手や指名打者での起用が増えた。後年は長打力に衰えが見られたが、通算613安打は、球団の外国人野手としては、 歴代オニであり、在籍6年は、千倍天後の最長記録である。性格は温厚で、東部付近に危険球が来ても、基本的には、何事もなかったかのようにやり過ごしていた。ただし、以下のように例外もある。ハワイ出身にちなみ、ハワイアンパンチの愛称で親しまれていた。背番号50は、ハワイ州が、アメリカ合衆国50番目の州であることに、由来している。 ロッテ入団時には本人の希望もあり、当時背番号50をつけていた浅間啓太から譲ってもらう。ロッテでの応援歌はハワイ民謡のアロハオエが原曲。メッツ時代2001年のシーズンにチームメイトだった新城剛と共にチームの注目選手として抜擢され、球団テレビ CM で共演している。ロッテ在籍中に チームメイトの福浦和也の野球に取り組む姿勢に感銘を受け誕生した息子のミドルネームに和也と名付けた。ありがとうございます。